はい、こんにちは。皆さん、メリーチャンネルです。はい、今日はですね、メリーちゃんにプレゼントがあります。ママからのプレゼントですね。なんとドッグフード、高級ドッグフードのビッツ、じゃじゃん。こちらを今日はぜひメリーちゃんに食べさせてあげたいと思います。メリー、待てまだ。今これ作ってあげるからね。今日はブラックラベルですね。なんかビッツはお試しセットというのがあったのを後で知りまして、そっちを買えばよかったなと思ったんですが、とりあえずブラックラベル、これはお肉系ですね。ニュージーランド産のビッツ、いきます。それではビッツ、ナチュラルビーフとチキンのやつですね。メリちゃんも待ってますからね。あ、入んないの？いいよ。はい。それじゃあね、切り分けて。最初はね、1/4を混ぜるといいということなので、そうしてみたいと思います。おお。なんかパテみたいな感じで、美味しそうですね。はい。もうメリちゃんは釘付けです。じゃあとりあえず味見として、ここについてのちょっと舐めさせてあげてください。ちょっと味見してみる、メリちゃんね。はい、どうぞ。おいしいですか？おいしいですか？おいしい、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 おいしいわ。私これ髪も食べNo, no, no, no. はい、お座り。はい、待ってて、ね。おこれでカリカリ混ぜるの？うん。量が多くない？すごいね。カリカリぐらいの小ささに切るんだって。コーンが入ってる？うん。グリーンピースも入ってる。コーン。だから下のウインチはね、カラフルになるらしい。コーンやばくない？え？そうなの？やばいかな。入っちゃってるけど大丈夫なの？うん？声が入っちゃってるけど。いいいい、全然。この間トウモロコシ。メリーちゃんはコーンチップをあげた時に一回ちょっとお腹が緩くなった時があるんで、ちょっと心配ですが、一回ちょっとあげてみましょう。なんかソーセージみたいないい匂いがする。待ってください、試食。こんな量でカリカリ混ぜたらすごい量になっちゃう。いや、カリカリ少し少なくすれば。カリカリいらないと思う。あ、そう？うん、だってこんなんだもん。じゃあこれだけでも。少し混ぜ食べればカリカリ。混ぜなくて全然いいと思う、量的に。混ぜたいの。うん。じゃじゃーん。結構さ、移しちゃっていい？ブチ。さっき最初の紹介で僕ビッツとか言ってたかな。ブチですね。でで。おお、美味しそうですね。待て待て待て。はい、みーちゃん食べたい人、ご飯、高級ドッグフードの
ブチでーす。ブチだよ、メリちゃん。みんなね、ワンちゃんたち食べてんだって。待て。まだだよ。まだだよ。まだだよ、メリちゃん。どうぞ。めいちゃん、美味しいですか？あっという間ですね。はい、ごちそうさまでした。メリー、メリー、美味しかった？メリー、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 美味しかった？お座り、メイちゃんお座り、メイちゃんお座り、メリちゃんお座り、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 メイ、お座り、お座り、メリちゃんお座り、メリー、お座り、お座り、お座りして、お座り、お座り、はい、メリー。美味しかった？メリー。あらららら。あ、ということでね、とりあえず完食しました。それではまた。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。